インドネシア証券取引所は、インドネシアのジャカルタに拠点を置く、証券取引所である、略称イデュックス。インドネシア証券取引所は、時価総額の合計で426.78ドル億ドル、462社の上場企業を要する。487,713人が、個人投資家、12,324人の機関、投資家、 50万37人の国内投資家を要しており、外国人投資家が3割、国内投資家が7割を占める。ジャカルタ総合指数とは、インドネシア証券取引所上場の全銘柄を対象とする時価総額平均指数である。インドネシア LQ45 指数は特に流動性の高い45銘柄を指す。取引の電子化は進み、取引高ベースでントが、 電子取引となっており、立ち会い取引は1%程度である。2016年株式公開情報センターを開設した。イデュックスのヤックス水位国営企業を除けば、上場企業の多くが家族経営企業であり、インドネシア家協の大財閥上位コングロマリットである。例えば、サリムグループ、シナールマスグループなどの巨大企業グループである。 2002年末の331社から2008年末には396社に増加したが外国企業の上場は一社もなかった。また、アジア通貨危機に見られたインドネシア通貨ルピアの為替リスクを常に抱える市場といえる。米国の資産運用会社のバネックグローバルがインドネシア証券取引所上場25銘柄で構成されるマーケット、 ベクターシンドネシアインデックス ETF をニューヨーク証券取引所における NYSER 化に上場した。ありがとうございます。